もう逃げられないぞ。妖怪ベニキジメ、桃の神様、あたしと張り合おうなんて100万年早いわよ。そのセリフ、そっくりそのまま返してくれる。こしゃくな、行くわよ。おいおい、いつまでもこんなつまんねえ芝居見てられっかよ。金返せ金。あ、何？んな芝居とっととやめちめ。ほら、どけよ。やめなさい。おお、おめえらが新しい看板スター様か。近くで見ると結構可愛いじゃねえか。やめてください。怪我したくなかったらさっさと出ていくんだな。お犬大丈夫？何すんのよあんたたち。怒った、そこの二人許さないわよ。なんだやる気か。面白い。なんか今回一段と盛り上がってないかい？あ、モモたちも上手くなってきたのね。あーかもな。このせんべい、ファンの人の差し入れかな。おいしいが。大変です。舞台に変な男たちが乱入して。何だって？こいつら女だと思って手加減してやったら。いい加減にしたらどう？こうなりゃ！ピストルです！卑怯な！待て！くらえ！引かねえね。なんだあの鎧男は。兄貴やばいっすよ。くそ！ひとまず退却だ！覚えてろよ！減りましたわ。あたしたちの強さ思い知ったか。とにかく一件落着。それにしてもびっくりしました。舞台が台無しにならなくてよかったね。でも何だったのよあの二人。それが最近都でのさばっている悪質な不動産屋で、カジノビルを建設するためにこの辺の土地を買い漁っている奴らなんです。知ってたんですか？すいません。ふーん、いわゆる地上げ屋ってやつね。立ち退きに応じないと嫌がらせをしてくるんです。この間の事故もきっと奴らの仕業でしょう。なんて卑怯な人たちなんでしょう。桃姫さん、次の公演はどうしましょう。奴らまた。大丈夫大丈夫、あんな奴らに負けてられないわ。来てくれるお客さんのためにもみんな頑張ろう。本日最後のステージが始まります。皆さん押さないで入場してください。お兄ちゃん、この前はありがとう。君たちか。どう、また見てく？いいの？ありがとう、よかったね兄ちゃん。またももちゃん見られるね。ももが好きかい？うん。そっか、それじゃこっちにおいで。お前らがやられてどうする。情けない。でもボス、あいつらめっちゃめちゃ強いんですよ。黙れ。こうなったら例の作戦だ。あいつに爆弾を作らせろ。これで奴らもおしまいだ。はいはいはい、お帰りはこちら。ありがとうございました。またのご来場お待ちしております。お兄ちゃんありがとう。面白かったかい？うん。静か、急いで帰ろう、遅くなると姉ちゃん心配するぞ。うん。じゃあお家まで送ってくよ。本当？私大きくなったらももちゃんみたいになりたいな。僕も。そう、二人とも頑張るんだよ。うん。後ろくん、静か。あ、姉ちゃんだ。
人ともどこに行ってたの？お兄ちゃんにお芝居見せてもらったの。ああ、あなたはあの時の。すいません、ちょっと遅くなっちゃって。またこの子たちがわがままを。僕が誘ったんですから気にしないでください。ありがとうございました。私夏江と申します。僕君丸と言います。僕牛若。私静か。ほら二人ともお礼を言いなさい。ありがとうお兄ちゃん。どういたしまして。じゃあまたね牛若君、静かちゃん。夏江さんもまた見に来てくださいね。それじゃ、バイバイ。君丸さん、どうしたのお姉ちゃん。なんでもないの。さあお家に帰りましょう。はい。よう夏江。あ、仕事持ってきてやったぜ。牛若、静香を連れて先に帰ってて。あ、うん。静香、行こう。この仕事からは足を洗いたいってボスには伝えたわ。そのボスからの命令だ。逆らえねえよね。そんな。